続いてのニュースです。ANA ホールディングスは29日、2022年3月期の連結業績予想を下方修正し、最終利益が1000億円の赤字になると発表しました。航空事業に従事する社員数を25年度末に今年3月末より9000人少ない2 9000人とするスリム化策も表明しました。 定年退職と採用抑制で対応するとのことです。ANA ホールディングスは、通期の最終利益を4月時点で35億円の黒字と見込んでいました。赤字は2期連続となる見込みです。売上高の予想も1兆3800億円から1兆600億円に引き下げました。片野社長は同日の記者会見で、 移動制限で需要の本格回復が大きく後ろ倒しになった。コスト削減効果ではカバーしきれないと述べました。同日発表した21年9月中間連結決算は最終利益が988億円の赤字だったとのことです。外部企業への出向などのコスト削減効果や 好調な航空貨物事業が寄与し、赤字幅は縮小しました。だが、9月末までの半年間で、国内線はコロナ禍前の7割減、国際線は同9割減と低迷したことなどが打撃となりました。赤字が積み上がったことで、9月末時点の自己資本比率は、前年同期比6.3ポイント減の。 26.0%まで低下しました片野,社長片野坂社長は、えー、手元資金は十分確保できており直ちに資本増強する必要はないと述べました原油高への経営の影響についても深刻には取られていないと述べましたうん、うん